フェアアイルのアイルとは島の意味です。イギリス、スコットランドの北、ノルウェーとの間、北海の真ん中にシェットランド諸島があります。そのシェットランド諸島の最南端にある小さな島、フェア島が語源となっています。貧しい生活を強いられていたシェットランド諸島の島民たちは、家計を助けるために島に生息する羊の毛で編み物をし、物々交換で生活物資と交換をしていました。はじめは細く紡いだ毛糸で編まれた靴下、下着、単色で編まれたものが主流でしたが、機械編みが入ってきて手編み製品の市場が落ち込むと、まだ機械では編めなかった多色使いのフェアアイルニットが注目されるようになり、小さな島で細々と編み続けられていた多色使いのニットは、編み込みニットの代名詞になるまで成長したのです。北海油田が発掘される1960年から70年まで強風にさらされ、木も育たない厳しい自然の中、農作物も育たず、シェットランドシープと呼ばれる小型の羊から取れる良質な毛糸が貧しい島民の生活を支えました。経済的な必要性から、早くきれいに編む工夫がなされ、輪で編み切り開くという伝統のフェアアイル技法が生まれたのでしょう。燃料にするピートを背中のカゴに入れ、歩きながら編み物をする女性や少女が屋外で立ったまま編み物をする写真などを見ると、小さな頃から針と糸をおもちゃ代わりに、文字が読めるようになるより先に編み物を覚えたという話も、それほど大げさなものではないような気がします。島民にとってフェアアイルニットを編むことは、生きる糧を得る大切な技術だったのです。